全長3メートルといった小さなボディに愛くるしいフェイスをまとった名車チンケチェントことフィアット・ヌオーバ500その誕生には戦後インフレで苦しんだイタリア経済が舞台となる敗戦を迎えた当時小型大衆車として戦前に発表され戦後も生産し続けられた巨匠ダンテジア講座の出世作として知られる名車 フィアット,500トポリーノとその後継モデルとして1955年に誕生したフィアット600がイタリア庶民の足として走り続けていたしかしその足も戦後の痛手を受けたイタリア経済の中では贅沢なものと位置づけられるようになり人々の足はより廉価な移動手段である 二輪スクーターへと移行されていったこうした市場の動向に対処すべくフィアット社が新たに発表し以降イタリア庶民の足となった名車が1957年に登場した「フィアットトチンケチェンケであるより小さくより安く」 市民の足となる車作りをコンセプトに作られた名車フィアットトヌオーバ500チンケチェンケそれはダンテジアコウザ率いる設計人の手により600の基本設計を受け継いだ小型版として生まれ変わったのである。